この後に、要するに、空白が来るっていうことは、空白っていうことは音がないわけでしょ。音がないっていうことは、この音がないことの影響によって、ここが実質、本当は図ではあるんですけど、無声化して、例えば、キャッツの、まあ、キャットの複数形のキャッツの最後のっていう音。これとほぼ同化します。なので、感覚としては、もともと、つに点々の図。なおかつ、語末、文末に出てくると、つみたいな形になるよっていう形で、フロアボールズという形です。フロアボールズ。まあ、最初の FL も注意で、くっつけた状態でね、舌先くっつけた状態で F の形にして、フロア、フロアボールズという形。で、ここですね。regularly removed っていうところ。もう本当に、日本語ネイティブの学習者にとってはいじめかっていうぐらいの R と L の切り替えっていうものがありますけれども、まあ、できるように練習していけば普通になることですので、しっかり、R に関しては軽く唇を丸めて軽くうを添えるつもりで唇が丸まるということ、そして舌が、上顎のどこにもつかずに移動する。レ、レ、レ。最初のね。と、remove のところも、re。で、基本的には、ra、re、ro に比べて、re と re の方が、ここがついてしまいやすい。なぜならば、いとうっていうのは、口の開きがもともと狭いから。で、あ、え、おっていうのは、広いだけ、まあ、こういう動きをしたと、舌の動きがこうなったところで、口が広ければ、くっつきにくいんで、まずレグラルのレっていうところが正しくできる、で、舌くっついてないなっていうことを確認して、それができるようになった時点で、remove のレっていう方に、の練習に移った方が、より確実になるかなとは思いますんで、そこのところ、口の開きっていうところに関して、あえを、ら、れ、ろが確実に言えるようになってから、れとるの方に行くということ。で、逆に、L の方に関しては、何回も言ってる通り、舌先が歯茎のところに当たって、でなおかつ舌の、裏側の先端のあたりっていうのは前歯にも押し付く、横から見るとわかるかな、舌先が歯茎にくっついてるとして、さらにこれが歯だ、前歯だとしたら舌の裏のところがこう押し付けられるような感じで、ラ、ル、ル、レ、ロ、この押し付けの力っていうのがもう日本語のラリルレロで一瞬つくだけっていうのに比べて、明らかに違うところなんで、しっかり押し付けていくっていうことが大事。ゆっくりやっていきましょう。regularly removed。まあ、あとは最後、removed の V もあるんで、まあ、そこに関しても注意っていうことですけど、まあまあまあ、まずはフォーカスを置くべきところをしっかりフォーカスを置いて、で、それがまあできるようになって、じゃあ今度、R と L の切り替えがしっかりできるようになったから V ちゃんとなってるか確認しようっていう、まあ、順番を追ってやっていくのがいいでしょう。カジュアルのところの S のところをちょっと注意してもらって、これは、普通に日本人がジャジズゼゾというかジャジチュチェチョというかっていうことで発音してしまうと、舌先が一回歯茎にくっついてしまうんですけど、この S のスペリングの時っていうのはジュっていうので、まあ、摩擦音といって、ずっと息が続く限りは、息を摩擦させながら伸ばすことができる音なんで、カジュアル、カジュアル、アスフィクシエーション。PH っていうのが F の発音になります。で、X っていうのは X っていう KS の音になるんで、まあ、なんか、パッと見、おおって思うような、スペリングかもしれませんけど、スペリングのを見れば、例えば英語の文化において、
例えばレモンとかバラっていう漢字をバンと漢字だけ出して読み方書きなさいっていうのは、あれ日本語だったら成り立つんですけど、例えばこんなアスフィクシエーションっていうような単語であろうとも、この、まあ、どうやって書くかを一回脇に置くとして、読み方を書きなさいっていうのはありえないんですよ、英語の文化においては。なぜならスペリングを見れば読み方っていうのはネイティブの子供たちっていうのは一発でわかるから。なので、S で F があって、Fi、Y っていうのが I と一緒ね。Fi。で、X なんで、クス。で、I があるんで、クスイ。で、A。これはアルファベット通りの読み方ですね。あとは、シュンっていうのは、ネーションとかっていう単語で、とか、インベスティゲーションとか、まあ、定でできてるシュンっていう形なんで、それを全部つなげてやって、そして TION っていうのを見たら、その直前が一番強いっていう、これはルールでありますんで、結果として、アスフィクシエーション。Alright って思うかもしれないけど、L 先で R だったらこっち重視。Alright、ここでしっかりくっつけるっていうことは実際起こってないですし、これはしっかり R の方を Right って出すことの方が大事だっていうこと。で、Jewelry に関しても、後ろの R をしっかり出すっていうこと。Jewelry has been regularly cleaned. Clean に関しては、L くっつけた状態で、クを出すっていう感じで、下に2点でくっついてます。く、こっちか。で、K 離れたら、これ口の奥ね。K 離れたら、最初からくっついてるんで、自動的に L の音が出る。Clean。動詞あって名詞あって前述プラス、これっていうのは場所の概念を表しますんで、これはじゃあ動詞、この形の run って意外と分かんないでしょ。走るっていう形じゃないですもんね。そう、でもそれが分かんなくても文型から、動詞あって名詞あって前置詞プラス名詞のまとまりあったら、なんとなくこう移動の概念、動かすっていうふうに思ってもらえれば、それで結構いけるっていうこと。だから、前回やったやつで思い出してほしいのが、sent a letter to him、彼のところに手紙を送った、手紙を移動させたっていうような感じ。同じでしょ。だから、手袋はめられた手っていうのを、コートの背中に沿って移動させた、そうやって考えればいいということ。やっぱり文系の力っていうのはこういうところに現れてくるんで、こういう形で、これを send 人 to どこそこっていうのと同じようなものなんだっていうふうに捉えて、なおかつそこに共通にあるのは移動概念なんだ、これが分かることっていうのが結構大事なことかなと思いますんで、動詞あって to do っていう形になったら、これここの間で思いっきり線引っ張ってやって、これまあ私はこうイベント1って呼んでるんで、まあ E1 っていう感じで振ってもらって、 to do っていうのがイベント2っていう感じで E2 っていう風に振ってもらう。まあさっきやったことと結局同じです。でここのもので見ていくと、Lift his hand っていうことがあって、 To look であるので、ここのところでさ線引いてもらって、 Lift のところがイベント1で、 To look のところがイベント2。そして To フテストの時間感覚っていうのは、ここで線がぶっわってこう引かれる、このぶった切れ感っていうのがポイント。どういうことか、Lift his hand するっていうのと To look するっていうものの時間感覚を考えてみれば、当然これがあってこれが起こるっていう、そういう順番っていうものが起こってきますよね。そしてそれはさっき言った通り To っていうのが目的地を導くんだから、こうしてその次こうなった、その目的、あるいはリフトしたその目的っていうのがルックするためっていう感じなので、当然順番はこっちからこっちに流れていって起こるよっていうこと。
で、なんでこんなことを強調するかっていうと、よくストップっていう単語は何々するのをやめる、例えばストップスモーキングでタバコやめるっていう、動名詞を後ろに取る方用法っていうのと、to do、stop to smoke、タバコを吸うために、立ち止まったとかっていう、この2つがあるよってよく教えられて、混同するなよとかっていう風に、まあ、注意されるんですけど、こういうことでは実はないんだっていうこと。そしてこのよくさらには、to不定詞を後ろに取る、動詞、動名詞を後ろに取る動詞とか言って、区別ばっかり言われるんですけれども、そうじゃなくて別にこれって同時に使っていいんですよ。でたまたま、stop to smoke みたいなやつっていうのはここがないからこれが隣り合って見えるだけっていうだけで、じゃあ stop smoke、 例えばまあ he stopped reading to smoke、 こんなんめちゃめちゃありです。でここの部分っていうのが、つまり動名詞後ろに取るっていう時はここで一つのイベントを作るっていうものだと思ってください。だからちょっと本文からいろいろ離れてきますけど、 enjoy っていうのは何々 ing だけ取って to do っていうのを取らないよっていうのは、それはそうなんですよ。何々していることを楽しむ、これで一つのイベント作りますよね。とか finish reading っていうのも、ここまで継続していった読書っていうのを終えるっていうイベント一つしか作らないから。で、ストップの場合はそれを一回止めて、その目的やいかにというと、そうするとここでぶった切れて、今までやっていたリーディングっていうイベントを止めて、次のイベント2が起こる。その目的は一服すること、スモークすることっていう形なんで、これの正しい見方っていうのは、ここの時間感覚の順番感、そしてだからこそ副詞的用法っていうので教えられる、何々するために、He went to the park to play tennis とかっていうので、テニスするために公園行きましたっていうようなやつも、要するにまずは公園に行くっていうイベントがあって、それが導くところはプレイテニスだっていうこと、そのことが分かって初めて何々するためにっていう意味なんだっていうこと、その順番で頭の中もう一回切り替えてください。これが不定詞の時間感覚というもの。名詞、品詞っていうものは、これは名詞でこれは動詞でって言って、動詞と名詞だったら全然何もこう関連性っていうか、全く別個の概念のように思われるというか、そういうイメージを植え付けられることが多いんですけれども、実際には一連の流れっていうものが実はあります。つまりより具体的、そしてより状況に密接に関わっているっていうのが動詞。ここから出発していって、動詞ほどじゃなくて、まあ名詞を収束するっていう形容詞の働きを分かち合うっていう現在分詞っていう形に一個進んでいって、さらにいつどこでっていうことはまあ一回置いときましょう。行為のイメージか、イメージとしてその動作を捉えるっていう動名詞、そしてまあ今回特に扱わないんですけど、
construct っていう建設するっていう行為から動詞から派生する正式で、construction あとこの中で出てくるんだったら suggest っていう考える提案するっていう動詞から派生して suggestion っていう名詞が生まれる動詞派生名詞っていうのが一番抽象度が上がった形こういうちょっと流れが見づらいんですけれども、要するにこっちに行けば行くほど具体的ないつどこで誰がやるっていうものと密接に結びついてるものからだんだん離れていく不調密からするとそうっていうことになるか状況から離れて抽象度を増していくっていう実は動詞と名詞っていうのはこういう動きを持って結びついてることがあるっていうその感覚っていうのを持ってもらってだからこそまあ動詞っていうものから出発してその間にあるものっていうので2つこれが何々しているっていうところをだんだんこうイメージ化していくっていうまあ因果系と言いますかねだから現在分詞と動名詞ってなんでどっちも同じ形取ってるのかっていうとこの中間地点にあるもので割とあとは抽象度の度合いっていうのがどっちかというと動詞寄りっていうのとどっちかというと名詞寄りっていうその中間にある割とこうどっちつかずなところがあるんで、そこのところでまあこういった違いが生まれてきてるんだよっていうところです、科学的なものの見方っていうことに関わってくることでさっき言った取っ手付きのすんごいこういう虫眼鏡っていうのはもうコナン・ドイルのシャーロック・ホームズっていうのの象徴となるような、アイテムとも言えると思うんですけどなんでそういう虫眼鏡でシャーロック・ホームズは、いろんなものを観察するかっていうのは科学的なものの考え方っていうのが特にこの最初のコナン・ドイルがシャーロック・ホームズを描いた19世紀ヴィクトリア朝っていう時代においては見えるものの中に真実があるっていう考え方っていうのが、一般的だったっていうこと。だからその時代背景に基づいた描写であったっていうことが考えられるわけです。だから肉眼で見れなければ虫眼鏡使ってより拡大してみる。虫眼鏡使っても見えなければ顕微鏡を使う。そうやってじっくり見ていくそして目に見えるものそれを観察していくことで何か、真実っていうものが見えてくるそういうそしてそれこそが科学であるっていうそういう考え方っていうのがあってまあ結局科学的なものの見方っていうのは現代にもそれは成り立っていると思いますねただまあ精神的なものの話になるとその後星の王子様において大切なことは目に見えないっていうような考え方が打ち出さまあ打ち出すわけじゃないんでしょうけど、そういう考え方っていう方にシフトしていきますんで、まあ、目に見えないものっていうものの大切さっていうのがだんだんまあこれはやっぱり物質的に豊かになるにつれて、そういった目に見えないとか感じ取れないっていうものの中にも大切なものはあるんだっていうようなそういう、考え方のシフトっていうのはあったわけですけど特にだからシャーロックにおいてこの見ること電子顕微鏡っていうのがむしろこの現代版シャーロックにおいてはよく使われているかなと思いますけれどもそういう見えるものの中から真実を探っていこうというそういう科学観に基づいた、操作方法なのであるというような形ですね進行形っていうものをのキーワードとなることそれはズームアップある出来事をズームアップした視点で捉えるっていう、これが進行形の本質だということ。つまり、じゃあ進行形じゃないもの、単純、まあ、時世と書きますか。本当はアスペクトっていうんですけど、そこを覚えてもしょうがないので、単純時世っていうのは、まあ、この逆で引きの視点っていうことになるわけです。こう、出来事っていうものが、
この時間の枠組みの中で、この四角で書いた時間の枠組みの中で何かこう進んでいるっていうものを質の視点で見るっていうことは、とりあえずその外側に話し手がいて、それを見ている。つまり、こう、始まりから終わりまで全体が視野の中に入っていて、それを捉えるっていうのが単純時制っていうものの、ものの見方。People who are rude っていうと、それを外側から見てるんで、彼約束破ったっていう一回こっきりの、出来事っていうものを、まあ、破り始め、破り終わりっていうところまで。まあ、あんまり broke a rule っていうことに関しては、始めと終わりっていうことはあまり意識されないんですけれども。でも、まあ、嘘をついて、なんか、やっちまったっていうところまで、そこの流れを外から見ているっていうような感じになります。それに対して、進行形っていうのは、ここがずっとズームアップしていく。ズームアップしていくっていうのは、裏を返せば、このように出来事が進んでいったときに、話者がこの外側から見てたのに対して、話者自身、この中で見ているっていう、中で見ているって、ズームアップして見ているんで、目の前に起こっているこの範囲だけが、要は目の前でありありと進行している、それを動画的に、こっちはどちらかというと引きで見てるんで、一つの写真のような見え方になりますけど、今まさにこの目の前で眼前で進行しているこの動きっていうのを見ている。ということは、じゃあ何が起こるかっていうと、ポイントはズームアップしていることによって、目の前でまさに繰り広げられているというリアル感っていうのが感じられる表現なんだよということ。そして、割とこれもかなり大事なこと、ここズームアップしているっていうことは、視野に捉えられる範囲っていうのは狭くなるということ、まあ、それはあの動画とかのカメラ、ビデオカメラとか普通の写真のカメラっていうのを見てもらうと分かるんですけど、ズームアップするっていうことは風景全体を撮るんじゃなくて、ある注目したい一点っていうものに焦点を当てるわけですから、その周りっていうのは逆に見えなくなるということになりますよね。なので、じゃあ出来事の中である一点に集中してその周りが見えなくなるってどういうことかっていうと、途中感っていうの、これが結構大事なことなんで、これは絶対押さえてください。端々、これこの絵に書いてある通り、端々視野の外になってます。だからなんかこの今まさに途中だっていう感覚っていうのが進行形の中にはあるんだよっていうこと。そしてこの目の前でこう動いているところっていうのが視野に入っているっていうことは、変化というものに注目する。こういう連鎖っていうことを何回かこの授業の中で説明してきましたけれども、順番覚えてますかね。行為で、行為があって何か変化があって、最終的に状態に行く。スイカを真っ二つに切るっていうと、スイカに力を加えてスイカに切れ目が入って、スイカが最終的に真っ二つな状態になるっていう、この中で進行形っていうのは、この真ん中の変化状態っていうものに注目するという言い方なんだ。そういうことをやりたい。でも、まあ3つ書きましたけど、一番覚えてほしいのはこのズームアップだっていうこと。ズームアップしたっていうことから、まあ全部この1、2、3っていうのが発生されてきますんで、そういう視点なんだっていうこと。そこで、まあ本文の中に出てくることをちょっと先取りして言いますと、レスレイ警部が、まあ、シャーロックっていうのは結局私立探偵というか、まあ、捜査権は要するに持ってないわけですよ。そういう人が、捜査のこの現場の中に入って我が物顔で捜査を進めていくわけなので、ものすごくあの、まあ、本当はやっちゃいけないことっていうのを、次々に、やらせている、そういう変な権限を言ってみれば与えているわけで、こんなことを言います。
で、当然、チェックしてほしいのは、ここ。I'm breaking. 例えば、もうすでに、シャーロックっていうのは、この現場に来て、捜査始めてるんで、I broke every rule っていうふうに過去形で表すことも、状況としては可能といえば可能なのかもしれない。だけれども、そうやって言うんじゃなくて、I'm breaking っていうことによって、どういう気持ちが、レストレードにどういう気持ちが込められるかっていうと、やっぱりこのリアル感であって、で、まだ途中であって、まあ変化というのもね、まあ一応入ってるっていう感じで、特に大事なのはここのところ。だから、好き勝手散々やらせてるけれども、俺は、お前をここに入れるために全てありとあらゆるルールを今まさにここのところで破りまくってんだぜと。そのリアル感で、しかもそれがまだ終わってない途中段階だっていうこと。破ってこのルールも破り、このルールも破り、まだそれでもやんなきゃいけないっていうような、そういう強い気持ち。っていうのを、まあ、相手に伝えたい。まあ、シャーロックに伝えたい。っていうような、その気持ちがこもった、このズームアップ感っていうのが、まあ、進行形の中に出てくるということで、ちょっとこれを先に押さえておきましょう。このビーンスピーキングっていうのが、まあ、完了になってるんで、ハズの後なんで、これが PP 過去分詞になってますけども、B プラス ING で進行形になってるっていうことで、ここのところが、まあ、話しているっていう行為のところがズームアップされている。で、リアル感っていうのが、途中感っていうのがまじまじと現れてくるわけですけど、じゃあ今度、ここ、これですか。has been のところ。じゃあ、完了形ってじゃあ何かっていうところで、完了形のポイントっていうのは、必ず、基準値っていうのはここに出てきます。この have の時制っていうものに出てくるんですけど、から、振り返る。基準時からの振り返り、これがポイントですね。だから、現在完了であれば、現在っていう基準から振り返ったら当然見るべきところは過去。ということで、現在から過去を振り返って、そして振り返ってみたら、動画的、それが、さっきやった、静止画的で止まって見てるんじゃなくて、3つのポイント覚えます、ズームアップされていることによって、リアル感が出て、途中感が出て、変化っていうところに注目が置かれているような見方で、ここが 見えているっていうことで、実際ちょっと図示してみましょう。どういうことかっていうと、こういう形で時間が進んでいます。そして、今っていうのがあって、これを語ってる人の視点っていうのは、今に立っていて、これ、まあ、目だと思ってください。後ろを向いてる。過去の方を向いている。過去の方を向いてると、has been speaking っていうのは、まあ、どこから始まったかっていうのは、さっきやった通り、両端カットなんで、進行形の時は。両端カットなんで、まあ、始まりは、とりあえずどこでもいいとして、ただ、こう、今の今まで、進んでいた、もっと言えばこんな感じ。こう変化しながら進んできていたこの動きを、完了進行形じゃなくて、has spoken だったら、この人は、この事象の外側から、として今に立って、ああ、こんなん喋ってたなっていう感じで、外から見てるんですけど、これは今から見てて、ただ、視点的にはなんかこう含まれている感じ。この中で見てて、あ、リアル感でまさにこう過去からスタートして今の今まで進行していたっていう状態で見ている感じ。だからこそ、まあ実際これ確認してもらえば思いっきり喋ってる途中でパタンと閉められるわけですよ。
で、だからこそこの上のアンダーさんのセリフの最後が点点点ってなって、これは要するに喋り終わらなかったっていうこと、最後までいけなかったっていうことなんですけど、as he has been speaking、まさにこう喋っていたっていうところが今までまさにあったところで、Sherlock has walked quickly で has walked なんで、これも基準時から振り返る、まあその今の地点でアンダーソンは喋っている行為をまさにしている途中で、その時にすでに、has walked quickly なんで、すでに歩き始める、歩くっていう行為をここの地点でシャーロックは行っていた。つまりアンダーソンが喋り始めるとほぼ同時のぐらいに、ドアの方にシャーロックはシャーロックでも向かって歩き始めていたと。 Quickly towards the door and now、 だからここ自体も、今っていうところが結構この一瞬っていうのが引き伸ばされて、表現されている感じね。そして今や begins to close it、 もう閉めかけていた。 in Anderson's face、 これ in っていうのはここ、アンダーソンの顔があるようなその空間において、その空間内でバタンって閉めてるんで、もう完全で目の前、この目の前のアンダーソンの顔がある目の前の空間を指してインって言ってる感じ。これもなかなかちょっと面白い表現ですけれども、ポケットっていうところにまあ注目してもらって、ポケットしたっていうことです。動詞として使われてるんで。で、さっき言った、flags か。flags とか hammer っていう動詞と一緒で、ポケットしたっていうことは、じゃあポケット、どういうことかっていうと、ポケットっていうのは基本的に物を何か入れるっていう、しまうためのものなんで、結局、もし、そうですね、例えば、フラッグっていうのが最近だと、まあ、応援に使う、スポーツの応援に使うものであるとしても、フラッグっていう動詞で使ったからっていって、応援したっていうような意味にはならないっていうこと。とにかく大事なことは、その道具を使うにあたって、最も典型的と考えられる動作っていうのが表されるっていうことね。次に、まあ、文法的な部分に関しては WH 疑問文で、WH 疑問文自体は、まあ、中1とかそんなところで習うようなことですけれども、意外と前置詞が絡んでくると結構つまずきやすいっていうことなので、 WH 疑問文のまず基本的な考え方をしっかり押さえましょうっていうこと。そしてまあ、さか知らない人には何のこっちゃっていう感じではあるんですけど、 WH 語っていうのは、トゥーリオ議論って私が呼んでるんですけれども、要は自分のポジションを開けて前に出ていきたがると。まあ、トゥーリオっていうサッカー選手がまさにそういう感じで、ディフェンダーでありながら最前線に上がりたがるんですよね。でも最前線に上がるってことは、当然そこの元いたポジションに穴が開くわけなので、まあ、その穴との関係性っていうものをしっかり抑えるっていうのが WH 疑問文。特に、この WH 疑問文というか WH 語において大事なことなので、この考え方が分かると、同時に疑問文作るのと同時に関係詞、当然 WH 語を使いますよね。これを理解するのにも使えるっていうことで、一回しっかりやってみたいと思います。 WH 語っていうのは基本的に後ろになんかこう穴がありますよ。ポジション、元あったポジションを開けて上に上がっているから、その元あったポジションとの関係っていうか、元に戻すっていう作業っていうのを特に最初のうちは意識的にやっておいてほしいっていうことなんです。つまりこれはじゃあどうなってるかっていうと、 She removes her rings for X。まあなんか数学みたいですけれども、これが要するに何々のために指輪を外す。その何々のために何のためにかが分かんないから、ここのところが結局 what に変わるっていうこと。そして日本語の場合は
彼女は一体何のためにというより誰のために指輪を外すんだろうねとかっていうので、何のとか誰のっていうのが出てきたところで What に相当するものがその元のあった場所、彼女は指輪を彼のために外します。何のために外すんでしょうか。別に場所変わらないですよね。だけども英語の場合っていうのはこの WH 語っていうのはとにかくポジション開けてでも最前線に上げたい。それは何でかっていうとコミュニケーション上これ最前線に上がってくれば何かこの後情報の賭けがありますよっていうことが相手に速攻で伝わるから、まあそれをやりたい言語だとまあとりあえず思ってくださいということで、これが後ろに穴ありますよっていうことを言うときにちょっとまあ専門的になるんだけど、プラス WH っていうものがあると思ってください。要は、後ろになんか欠けた情報がある文ですよっていうのを作りたいから、WH 疑問文っていうものを作るんだということ。そうすると、このプラス WH っていうのがこの X に相当するところを What に変えて、一番上に上がってきます。そうすると、What とか、まあ、rather who、まあ、who なのかな。この辺のものが一番上に上がってくる。そして疑問文っていうのは You are fine っていうのは相手に聞きたかったら、助動詞が前に出てきますよね。なので、プラス Q っていうのも今度はこれもあなたは元気です、あなたは、まあ日本語ではあなたはって言わないけど元気です、元気ですか、日本語だと最後にかってつくんですけど、英語の場合これも相手に何か情報を聞きたいんですよっていうことを文の最初の段階で何かこう相手に知らせたい、それで、まあ、たまたま英語の性質としてはこの助動詞を前に持ってくっていうものがあって、その次にプラス Q、まあ、クエスチョン、相手に何か情報を求めたいんだ、そういう文作りましょうっていうのがあったら、これ一般動詞なんで助動詞というのがないから do っていうものをサポートに入れてもらって、こいつが remove だからここ本当はごめんなさい remove 図だっていうのがあったんだけど、まあここから does っていうので、この図っていう部分は持ってってもらってそれがここに上がってくる。で結果として wh プラス wh 相手にまずなんか後ろに欠けた情報ありますよ、欠けた情報あってそんでもってその情報を相手知ってたら求めますよっていうのをそれぞれ相手に知らせながら文を作っていく、これが WH 疑問文っていうものだから、なんか欠け誰かっていう情報、何かっていう情報または通貨むしろ誰かっていう情報っていうのが後ろ欠けてて、相手知ってたら教えてね、彼女はその指輪っていうのをその何か通貨むしろ誰かのために外してたんだけどそれは一体誰のためっていうふうに、まあ、かなり回りくどい言い方をしてそんなもん中学でこんな作り方はやったわっていう感じかもしれないんですけど、その本質にあるのはこの相手にコミュニケーション上何を求めたいかっていうそういう理由があってこうやって語順が移動させられてるんだっていうその感覚っていうのをしっかり押さえておいてほしいと思います。そんで最初に言った、これを分かっていると関係詞にも役立つっていうのが、関係詞の関係ダメージの What って結構まあ分かりづらいじゃないですか。だけどあれも元はといえばっていうか語形を見れば明らかな通り、What っていうなんだかわからない何かっていう意味は共通なわけよ。で実際その疑問詞なのか関係代名詞なのかって結構この境目っていうのははっきりしないところがあって、で後ろに関しては私が必要するものなのか、何が私必要なのかっていうので、これは別に後ろにここから見たときにねここから見たときに I need なんたらっていうここに穴がありますよっていう I need X X とは何ぞやっていうのでプラス WH で上がってるけど、
ここの内容に関しては別に相手に問うているわけではないから、この中ではプラス Q っていうのはないっていう、ちょっとまあここら辺分かりづらかったら一回まあ無視してもらってもいいです、聞き流してもらってもいいです、ただそういうものがあるんだよって感じで思っておいてくれれば。で、何が必要なのかあなた知ってますかっていうことを聞いている。でこれはじゃあ疑問詞なのかなと思うんだけど、I'll tell you what I need ってなると、私は言いますよっていうところで、ここもこうなってくると、What my 最初にこの説の中の最初にプラス WH で上がってきてますと、そうすると後ろのところになんか穴があるなっていうところで I need 終わり。でも need っていうのは誰かが何かを必要とするっていう2つの手があるから、これで終わってたら絶対ここに穴があるわけよ。で、それが、ああ、移動してんだなっていう、この感覚、この感覚が WH っていうものの本質。とにかく穴開けて、その説の中、まあ、これだったら従属説っていう、その中で少なくともこう、トップに上がってきたがるっていうものだよっていう。まあ、その後ろに穴があるっていうのが、数回前でやった関係代名詞っていうのは、こう上がってきてるから後ろ穴、ある説明文なんだっていうような、その感覚で元に戻して考えてやれば解釈取るときにやりやすいからっていうのは、結局は WH 語を使っているからそうなるんだっていうこと、そこが大事だっていうこと。日本語ではチーズはどこに消えた、消えた、自動詞ですよね。だけどあれ現代というか英語のタイトルって Who moved the cheese? 誰がチーズを動かしたのかっていう感じで、まあ、状況に沿って、勝手にこう勝手にというか、もし誰かが動かしたんであっても、その中内部から見た人間にとってはチーズが消えたっていう、その内側の視点から物事を話す日本語っていうのと、あくまで何か変化が起こったっていう時にはそれを生じさせる誰かまたは何かっていうのが必ずあると考える。そして外的要因によって変化が起こって最終的な結果状態が起こるっていう、あの行為連鎖っていうのがマックスまでしっかり見るっていう英語的な発想、これがまあなんか、まあ、余談ですけれども、日本語の感覚と英語の感覚っていうのが、まあ、よく出てるし、まあ、この Who moved the cheese っていう現代があって、チーズはどこに消えた、消えたっていうあの訳し方をしたのは、まあすごく日本語の発想に合ったうまい訳し方だなっていうことをちょっと思ったんで、ここつまり現在で have read っていうので現在完了、まあ省略して書きますけど、となるとこいつはあくまで時制として現在時制だっていうことなので、まあ、今っていうのがあったら視点はあくまでここに立ってますよという、今に立ってるこの視点が大事で、ここから振り返って見る視点っていうのが完了形、ちょっと書いておきますけどね、完了形というと、基準時、もうカタカナで書いちゃいますけど、基準時から振り返、まあギリギリだと思うんですけど、まあ読んでください、あとことで言いますから、基準時から振り返るっていうこと、この視点が大事で、じゃあこの基準時とは何か、なんぞやって言ったらここですよ。まあ要するに have なのか has なのか will have なのかっていうところで出てきますけれども、この基準時から過去振り返ってみるっていうのが完了形の考え方、視点っていうもの。だから、現在完了形なんだよっていうことを言ったっていうのは、ここまでの間に、まあ、スタートはどうでもよくって、新聞を読んだっていうのが、
まあ、これ矢印で書きましたけど、どこにあってもいいんです。ここかもしれないし、ここかもしれないし、ここかもしれないし、ここだったらもう本当一瞬前とかでもいいんですけど、大事なことは、その影響が今及んでいるっていう、この感覚。今から振り返って新聞を読んだっていうことが、過去の中のどっかに起こっている。そしてその影響が今に及んでるから、新聞を読んだことによって、この事件のあらましっていうか、この状況が何を表しているのかっていうこと、今お前知ってるだろっていう、この関連、今との関連っていうのを一番言いたい。まあまあまあ、あの、官僚系のなんたら予報、なんたら予報ってあるじゃないですか。そうじゃなくて、まず視点はこれなんだ、変わんないんだっていうことなんですけど、例えば、just finished. I've just finished my homework って言ったら、過去から振り返ってもうここなんですよね。ただその終わったっていう影響を今に持ってるから、完了っていうのがある。で、継続っていうのは、she has lived in どこそこ for 3 years とかって、今まで今から振り返って3年前からずっと継続しているっていうのと、あとは経験っていうのはどこでもいいからこう入ってるとかって、まあまあいろいろあるんですけど、これに関しては、まあ今ないからどっか持ってったとしたら過去の一点でこう終わってるはずなんですよね。ただし、今見えなくて、まあそれ欲しいっていうか、どこ行ったのか情報が欲しいわけなので、そのダウンした結果が今まで続いている、結果が今まで何か影響を及ぼしてから、What have you done? っていう形で今とつながっている現在完了形っていうのを使う、そういう形になっているということ。今日は can 出てきますんで、 can とか could っていうところの本質をついてきます。で、キーワードとなるのは、こんなの誰も教えた、こんな言い方で教えてる人いないと思いますけど、鍵っ子っていうことで、これに関しては実際授業の中でその鍵っ子ってなんやねんっていうことについては説明していきますんで、楽しみにしておいてください。まず助動詞っていうものに関して、助動詞っていうのはさっきも言った通り気持ちを表す表現なんだということ。だからよくwould とか could とかって助動詞の過去形って言われるでしょ。過去形とかそういう概念じゃないんだと。仕事が違う。助動詞っていうのは話し手の気持ちを表す部分。そして助動詞っていうのは時間に関しては全くノータッチ、タッチできないから、で、後ろっていうのは原型来なきゃいけないっていうルールがある。助動詞使うからには後ろ原型来なきゃいけない。つまり過去形っていうものをどこかにポコーン入れて、あ、これ過去の話ねっていうことを言うことができないので、合わせ技にするしか方法がない。色変えますか。だから、ここのところが、まあ言ってみれば、まあ、ちょっとざっくりした書き方ですが、時間を担う部分、気持ちを担う部分。で、これは合わせ技にしてやって、助動詞の後で使える形にしてやることで、これ過去の話ね。っていうことを表すっていう、この合わせ技なんだと。 But she can't have traveled more than 2 or 3 hours. 鍵っ子ってことは、お父さんお母さんが要するに日中お仕事でいないから鍵渡されてる子が鍵っ子ですので、それを説明してどうするのって話ですけど、まあまあまあ、ということは、そのお子さん、学校から帰ってきたときに、当然家はドア閉まってます。どうできますか？まあ、ガチャって開けて家に入ればいいんですよね。ただいまって言って。まあ、うちにいないですけど。つまり、ドアが、を自分で開けて進んでいくことができる。それを、能力的に考えれば、例えば、I can swim っていうのは、泳ぐっていうことの方向にガチャって自分でドア開けて進んでいくことができる。ただし、鍵っ子っていうのは、別に家に入らなくてもいいじゃないですか。おい、そのな、野球しようぜって、学校帰りに言われたら、一緒に中島くんと空き地に行って野球しに行ってもいいじゃないですか。だから、
別に実際泳ぐかどうかは別として、 I can swim って言うと、あ、よし泳ごうって思った時にガチャって進めて泳ぐことが実際にできる。だからそういう能力を持っているっていう意味で、可能性の方に関しても、こうこうこうであるっていう、まあ、命題って言いますけどがあった時に、あ、そっちの方向にガチャって進んでいけるっていうイメージで、その可能性があるということ。His story can be true って言ったら、彼の話っていうのが真実であるっていう方向に自らその性質として、まあ人じゃないんでちょっとイメージしづらいかもしれないですけど、まあガチャって進んで true の方向に、はい、これ丸か×かって言った時に丸の方に進んでいけるっていう可能性を持っているから、そうかもしれん、そうかもしれないというような形になっていくと。で、一方で、つまり、can't っていうのは鍵持ってないわけですよね。ということは、can't になると、ちょっと暗い色にしましょうか。まあ、色別にどうでもいいんですけど、ただ一方で私は色彩主義っていうものをちょっとこだわりますんで、なんとなく暗い感じで、閉まってますと。だからそっちの方に行けない。I can't swim。だから、気持ちがあっても進めないわけですね。うち入れよ、でも鍵持ってねえよっていう感じ。だから、泳ぎたいのは山々なんだけど、金槌で水に入ると沈んじゃうっていうような感じだったりとか、His story can't be true。丸の方に進みたかったとしても、そっちに鍵持ってないからバコンって壁に当たって以上おしまいって感じで、もう、true であるっていう方向には行きようがないということ。She can't have traveled. で、have traveled. ここのところがあくまで時間の部分ね。まあ、移動してきた。それは過去の話。だけれども、2時間、3時間を超えてるっていう可能性については、鍵持ってない。閉ざされたまんま。